バーチャンネルへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回なんですけども、前回の動画 X by グレン・モーレンジの第2弾の動画ということで、前回はテイスティング、そしてグレン・モーレンジのオリジナルの10年との比較、どれぐらい違うのかというふうなお話をさせていただきました。でハイボールのテイスティング、それからグレン・モーレンジが公式でこちらを使ったカクテル36個を公式ページの方に掲載されてて、その中で一番気になったカクテル X on the Beach をご紹介をさせていただきました。 X on the Beach はアードベックの10年を最後にフロートをするという、出会うはずがなかった2つの相対するウイスキーをカクテルでまとめて非常に美味しかったということで、改めてあのレシピはすごいなというふうに思ってます。で今回は残る36個の中からさらに私が気になったカクテルをここで作ってお伝えをしていきたいと思います。一つ目なんですけども、公式ページの方にあるフローズンジンジャーレモンというのを作っていきたいと思います。レシピの方はこちらの方に載せておきますのでご参照ください。このカクテルはブレンダーを使ってフローズンタイプで作っていくということで、グレン・モーレンジ X が 45ml、 ジンジャーシロップが 15ml ということで、こちら当場合自家製のジンジャーシロップございますので、こちらでジンジャーシロップ 15ml、 レモンシャーベットが大さじ4杯、自家製のレモンシャーベットを事前に作っておきました。バニラアイスが大さじ2も用意しました。クラッシュアイスが大さじ2、ブレンダーにかけていきたいと思います。完成しました。最後にすりおろしたレモンの皮をガーニッシュにしてくださいということで、レモンの皮を少しこちら入れました。フローズンジンジャーレモン完成しました。飲んでみたいと思います。あ、これうまい。これはうまいな。これ今ちょっと気づいたんですけど、カクテルのレシピ36、全てがこの X を使ってのカクテルじゃないわ。オリジナルを使ってくださいになってる。今気がついた。何やそれ。すいません、でもうまい。これいけます。カクテルの名前がグレン・モーレンジ X バーベキューということで、太陽が気持ちいい夏の日にバーベキューと楽しむのがおすすめということで、レシピの方はこの下の方に載せておきます。では早速作っていきたいと思います。グラスにクラッシュアイスを入れました。グレン・モーレンジを 50ml、 通常のジンジャーエールと辛口のジンジャーエールを各 25ml 入れます。でそこにライムを一かけ、こちらで完成。グレン・モーレンジ X バーベキューということで、バーベキューのお供になるカクテルということで飲んでみたいと思います。甘いか思ったら結構ビター、1対1やね、ジンジャーエールとね、うん、なのであんまり甘くない、さっぱりしてる。これバーベキューのアペリティフ、食前酒にいいかなと。ビターでさっぱりとしてます。 X by グレン・モーレンジのこの樽感も結構感じるよな、うん。3つ目はショートカクテルの方を作っていきたいと思います。 X サワーレシピの方はこちらの方に載せておきます。X by グレン・モーレンジが50、レモンジュースが20、メープルシロップ20、X サワーということで、まあ、いわゆるウイスキーサワーですね。ウイスキーサワーのツイストした感じで、いわゆるウイスキーサワーとはもっとさっぱりした感じ。ウイスキーサワーはもっと甘いから、あ、甘さ控えめやね。甘さ控えめで、やっぱりこの樽感効いてるな。うん、ここまでやってもあるもんな、樽の感じが、うん。ウイスキーサワーとかするとね、そのウイスキー本来の持ってるその樽の感じとかはどんどん消えていくんですけども、これはさすがにこの X のこの樽感がちゃんと残ってて、その樽感がいいように作用してるかなというふうに思います。公式ページの方には
とっても滑らかで飲みやすい一杯と書いてるんですけども、その通り度数にしたらウェイモレッジ50入ってるんで、まあまあ高いんですけど、その高さを感じない。逆に言うたらちょっとこれやばいな。これ結構グビグビいけるやん、うん、これあんまりグビグビ行くタイプのカクテルちゃうねんけど、ていうか結構飲んでるねこれ。動画だけで半分ぐらい使ってるという。2本買ってますので、これがなくなってももう1本ございますので、ということで今、これ3つご紹介をさせていただいて、まあ、これちょっと今やらないですけど、気になったというか X サングリアっていうのがあって、まあ、サングリアといえばワインベースでいろんなフルーツを入れて、まあ、パーティー用のカクテルなんですけども、これをこの X ベースでこのグレモオレンジ X を 200ml、 ライムジュース100、パイナップルジュース100で、スパークリングレモネードジュース150で、あとはさまざまなフルーツを入れるというレシピで、これねやってみたいけど、また何かの機会でじゃあやってみたいかなと。まあ、ただサングリアはイメージとしてはもうワインというイメージがあるので、このウイスキーでサングリアを作るというこの発想はなかなか斬新かなと思います。なことない？あんま聞いたことないな。これは初めて聞くよな。気になったレシピでいくと X カラオケパーティーというレシピで、バブル弾けるまろやかな味で喉を潤して元気に歌おうということで、この歌うことを前提に考案されたカクテルで、レシピの方はこのグレモオレンジが50で、ライムジュースが20、スパークリングアップルジュースが50ということで、そこにリンゴのスライスをガーニッシュに一かけ入れるということで、まあこれ想像するにリンゴとウイスキーっていうのはめちゃめちゃ合うので、過去の動画でも白州とリンゴのシロップでカクテルを作ったことがあるんですけど、非常に相性がいいですね。さっぱりしたウイスキーの相性がいいので、まあ、これきっと美味しいと思います。レシピの方を見てるとね、ハイボール系のレシピが多くて、例えばライムハイボールであったり、オレンジハイボールであったり、アップルハイボール、パイナップルハイボールということで、これで作ったハイボールにそれぞれのフルーツを投入するということで、その香りを楽しみながらハイボールをいただくという、まあこれ夏らしくってどれもいいのかなと。過去動画でもお話をしたんですけど、もともとこのグレモオレンジっていうのはオレンジと非常に相性が良くて、当バーでもグレモオレンジハイボールにはオレンジピールを一かけ投入をしてご提供させていただいてまして、このオレンジの香りとこのグレモオレンジの香りというのが非常に相性がいいということで、 X の方もご要望いただければ、今後も当バーではオレンジピールの方をですね投入をしていきたいと思います。概要欄に、こちらの URL は貼っておきますので、皆さんご参照ください。というわけで最後にストレートでもう一度飲んでみたいと思います。今日作ったカクテルほんまどれも美味しかったんですけど、やっぱりこのベースが整ってるっていうことやな。このカクテル向けに設計されてるっていうのは、メイドフォーミキシングということで、これ直訳するとミキシング用に作られましたという意味なんですね。その言葉通りの設計になってるのかなと、こうやってカクテルを飲んで改めてストレートを飲んだ時に感じました。ご興味のある方はぜひ、これ、まあ、価格的にも5115円ということで、お買い求めしやすい価格なので、まあ、ご自宅で飲まれるのもいいのかなと。ハイボールであったり、さまざまなジュースや炭酸飲料と割っても本当に美味しく飲めるというふうに思いますし、まあ、ホームページの方をご参照して楽しんでいただけたら、暑い夏がいよいよやってくるんですけども、それにマッチするシングルモルトかなというふうに改めて感じました。というわけで、これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もまたよろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。東京オリンピックまであと1週間ということでね、以前の動画でもちょっとお話ししましたけどね、まあそんな実感がなかなか湧かないこの昨今なんですけども、で当バーもまだこの時短営業を続けているんですけども、もうねお酒もスポーツ選手もそしてイベントもね、もうどれも悪くないと思うんですね。まあ、悪いのはまあ飛沫感染なんですね。なのでまあそこを気をつければ私の持論としては時短は必要ないのかなと。もちろんスポーツ選手はその自分のパフォーマンスを発揮する場 でそこでやっぱりお客さんに見てもらってですね、生で見てもらってやることがさらにそれぞれのパフォーマンスが発揮できるのかなと私は思うんですね。なのであの五輪の無観客、もう言いにくいっちゅうね、無観客、これはね、まあ選手のパフォーマンスには若干影響するかなっていうふうに個人的には思ってます。まあ仕方がないんですけどもね。
なのでテレビから、日本選手を応援しようというふうに思います。頑張れ日本。というわけでおしまい。